内容的にはどういうことかっていうと、女性ものの着物を男性が着たいって言った時に、その男性の方結構背も高くて手が長いんですよ。で、雪が足んない時に使えるテクニックを一つ編み出しましたっていうことですね。皆さんこんにちは、ドラマエロ子だやめです。今日はもともと無理だと思っていて、お客様にお断りというか無理だと思いますっていう話をしたんですが、そのお客様がね、非常に詳しい人で、いや本当に無理と、こうやったらできるんじゃないみたいな話をね、いろいろやり取りした結果、できちゃったという仕立て直しの事例の紹介です。内容的にはどういうことかっていうと、女性ものの着物を男性が着たいって言った時に、その男性の方結構背も高くて手が長いんですよ。で、雪が足んない時に使えるテクニックを一つ編み出しましたっていうことですね。で、まあ、雪がね、こう足りない場合ってどっかから足さなきゃいけないわけです。どっかから足す生地を持ってきて、でそれをつけなきゃいけないんですけど、まあ、これがね、その立ち布のした着物なんですが、ここね、わかるかな、ここで柄が変わってるの分かりますか。こう袖ね、ついであるよね、柄はね、まあ、生地をついであるんですけど、この生地をここね、どこから持ってきたでしょうっていう問題でございます。もともとあったのは女性用の着物が1枚あっただけですね。でそこからなんとかやりくりして、ここに袖幅、雪を足す分を持ってこなきゃいけないと、まあ、お客様とのやり取りの中で、まあ、僕も含めてね、考えた案が2つ出たんですね。一つは、他のね、呉服屋さんのツイッターとかで見てたら、たまたま同じこと考えてる方がいて、それってできるかなと思ったんですけど、一つは、前幅からの縫い込みを変えちゃって、それを足し布にできないのかっていう方法です。これね、できる場合もあります。まあ、仕立て屋さんと細かい話をして、まあ、今回はそれでも足りない、その足す分は取れないだろうってことになって、その、案はね、使えなかったんですけど、足す幅が狭かったりとか、もともとの身幅がすごい狭い痩せてる方だったら、なんとか前を書いて取るってことが一応できる可能性はあります、ね、じゃあそれも使えませんでした。2つ目、今回使ったんですけど、どうやってやったかっていうと、襟から取りましたね、はい、着物の襟ってこう本襟とか地襟っていうのがこうね、ずらーっと長くつながってて、その上に掛け襟、ともえりとも言うんですけど、がこう二重でかかってるんですね。こう首に触れるところにだけかかってます。これがね、非常にいい効果をもたらしてくれていて、その掛け襟の中の部分って中抜きできちゃうんですよね。なので掛け襟の中で隠れる部分から足す分の生地を3着ぐらい取っちゃって、でそこに別のね、見えないところなんで芯モス生えついて、元々の掛け襟をかけて見えないように縫うとですね、全くわからなくできるんですよ。でこれはね、非常に運が良かったです。今回これをやっちゃうと襟が足りなくなっちゃうって可能性が非常にあるんですけど、今回ね、もともとの着物の襟がちょっと十分あって、縫い込みも結構入ってたんで、あ、この手取れるって僕は気づいてですね、でお客様ともお話しして、これ襟から足し布多分取れるんで、あのできますと。最初無理って言っちゃったんだけどね、お客様が非常に詳しい方で、僕も勉強になりました。男性ってね、の着物の仕立てる時に、あのやっぱり雪が足んないってね、非常によく起こるんですよ。で羽織があれば、羽織の襟からあの半分に切って足すってことよくやるんですけど、そうじゃなくて着物だけから足し布取れるっていうのは、僕16年目ですけど初めての経験です。これは男性の着物から男性の着物で足すっていうのは多分取れないんですけど、まあ、今回ね、いろんな幸運があって、女性の着物からだったんでね、女性の着物の方が見た目長いから、襟も長くついてるんで、とっても大丈夫だったという事例でしたね、はい。まあね、16年やってて、仕立ても相当毎回困難に立ち向かってやってるんで、もうそんなに新しい発見ってないだろうって毎年思って覆される日々っていうね、ところですね。やっぱりね、あの無理ですってことは簡単に言っちゃいけないね、反省しました。お客様にもすいません、できますっていうね、まあ、一緒に考えてくれたんですけどね、その方もね、はい、非常に勉強になりました。ということで、もしね、女性の着物を男性に直したい時に着物だけから足し布って取れるかなって悩んだら、あ、ちょっとご相談いただければなと思っております。はい、でもこんな感じでこのチャンネルではね、着物の、まあ、仕立て直しとか寸法とかね、まあ、そういうお手入れ系の話とか商品紹介とかね、
着物に関する幅広いテーマを取り扱っているチャンネルです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、まあ、今回みたいなね、ご相談は公式 LINE、概要欄に書いてあるので、そちらからお気軽にお問い合わせください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。